おはようございます。はい、おはよう。見ました。帰ってきたヒトラー。ああやって独裁者が誕生するんだってゾッとしました。でしょう。なので今度は独裁者と戦う映画が見たいです。あら、じゃあ今日見てきたやつがちょうどいいわね。ほうほう。これ。うわ、ポスターの時点でいろいろ察せますね。なんていうか、こないだのプーさんみたいな匂いがしますが、またイギリスがやらかしましたか。と思うじゃん。おっと、まさかのスイス映画。なんだって。あらすじ言っとく。よし、かかってこい。舞台はスイス。大手チーズ製造会社の社長、マイリは大統領に就任。独裁体制を敷いて、自社のチーズ以外を禁止。さらには反対する住民を粛清して、恐怖政治を始める。おう。それから20年後、いきなり飛ぶな。アルプスでおじいさんと暮らす少女、じゃなくて、いいお年頃のハイジ登場。出た。彼女は恋人のヤギ飼いのペーター、かっこチャラい黒人かっこ閉じ、と大人なイチャイチャする毎日。おいこらリア充自重しろ。おじいさんからは、やつはヤバい商売をしているからやめとけ、と止められるも恋は盲目。ヤバい商売って、まさか麻薬売買とか？いや、エミチーズ。なんじゃそら。しかしそのことが当局にバレて、ペーターは捕まり、見せしめとして街の広場で公開処刑。ペーター！ハイジも関係者ってことで追われ家まで逃げ帰るも、おじいさんの目の前で捕まる。助けておじいさん。はい、おじいさんもライフルで助けようとするんだけど、なぜか家ごと爆散。なんでー？こうしてハイジは政府の強制施設に収監される。おう。そこで彼女は同じく収監された女性、クララ、かっこ日系人かっこ閉じ、と出会う。ん？そして彼女たちはスイスの伝統的格闘技、シュビンゲンの稽古と称して、先輩マッチョ助手から壮絶ないじめを受ける。何ですかそれ？スイスの相撲みたいなやつ。え、そんなのあるんですね。しかしハイジの容姿に目をつけた独裁者マイリ、彼女を近く行われる建国記念式典のシュビンゲン大会で利用しようと画策。なんじゃそら。だが反抗的な彼女はハンストを返し、おうおう。そしてなんとか脱獄の機会を得て逃げ出す。あれ、クララは？一緒に連れ出そうとするんだけど、彼女はすでにチーズで洗脳されてて判断力を失ってて。え、どういうこと？なんとマイリは自社の怪しいチーズで国民の判断力を奪っていたのだった。いや、チーズですよね。奪っていたのだった。なんだって。こうして一人脱出したハイジは森の中で廃墟と化した教会にたどり着く。すると突然スイスを象徴する女神ヘルベティアが現れてってお話。いろいろ突っ込みどころが多すぎて全然頭に入ってこないんですが。まあ、いわゆる、考えちゃダメ、な映画ね。あ、なるほど。ちなみに R18。エロですか、グロですか。エロもちょっとあるけど、メインはグロね。おう。なんせペーターの処刑なんか、普通に銃殺すればいいのに、なぜか爆裂矢のクロスボウで、頭をこっぱみじんにされるし。おい。とにかく全編血まみれだから、そういうのがダメな人は無理かな。マジか。あとスイスなものがこれでもかってくらい詰め込まれてる。チーズ、チョコレート、アルプスの景色、シュビンゲンに、女神ヘルベティアに、十徳ナイフにハルバード。そしてカッターナ。いや、最後のは違うでしょ。でも、だからと言ってみると、真面目なスイス好きなら激怒間違いなし。うん、そりゃそうだろ。じゃあゆかりさん的には。私は好き。でしょうね。ちなみにこの映画の資金、クラウドファンディングを使って、世界中の B 級映画好きから出資を募ったのよね。そして集まったのが2億9000万円。バカばっかりか。だから彼らが好きそうな要素がてんこ盛りなわけ。例えるなら、大昔の2本立てとかで公開されてた、受けりゃ何でもありの B 級娯楽映画みたいな。ほんといいわ。なるほど。でもそういうのがダメなら、ただのクソ映画にしかならないから、そこの見極めは大事ね。よし、見てみるか。はい、いってらっしゃい。